はい、どうも、セールス YouTuber の大谷です。はい、本日はですね、完全否定の顧客からですね、契約を取っていくための方法みたいなところについてちょっと触れていこうかなと思います。はい、まあ、先日ですね、YouTube ライブの方で、質問いただいたんですけど、大場さんって方ですね、完全拒否の相手から契約を取る方法を教えてくださいという、こういった質問いただいたんですね、ライブ配信上で。なので、今回このちょっと質問を深掘りしていきまして、ちょっと完全否定のですね、相手からちょっと契約を取っていくための方法についてお伝えしていこうかなと思います。はい。で、これ結論から言うとですね、完全拒否してる相手から契約を取るのって結構むずいっす。はい。てか、ほぼほぼ僕は無理だと思ってるんですね。これが実は結論なんですよ。はい。がっかりした方多いと思うんですけど、じゃあなんで完全拒否の人からね、契約取るのが難しいのかとお話ししようと思うんですけど、人間って基本的にね、この感情ヒューリスティックっていうバイアス、一種の、ヒューリスティックっていうんだけど、バイアスでいいや。そう、思考の癖みたいなのがあるわけですよね。はい。何かっていうとですね、人は嫌悪感を感じてる人に対して、その人の持ってる商品サービス、例えばじゃあ、ある営業マンに対して、否定的だと、ネガティブな評価をしていたら、その人の持ってる商品サービスに対してもネガティブな評価を下しやすいんですね。だからその商品のメリットっていうのがすごく明確だったとしても、その人から商品買わないみたいなことが起こるわけですよ。でも一方で、相手に対して、営業マンに対して好意を感じていると、その人の持ってる商品サービスに対してもポジティブな評価を下そうとするんですね。これが感情ヒューリスティックです。つまり人っていうのは好き嫌いで何でも判断するってことが分かってるということなんですよね。じゃあこの完全拒否の相手から契約を取るってこれ一体何をしようとしてるのかというと、その営業マンに対してまず嫌悪感を抱いてるわけですね、お客様は。ということは、いかにですね、商品サービス、メリットのある商品サービスを提示したとしても、その人からもう買わないみたいなことを決断してるわけですよ。もっと言うとですね、その人から買わない決断をしてるんですよね。その結果、その営業マンのことを嫌いになるっていうですね、そういった判断を下しているってことなんですよ。はい。なので、そこからどう？今の話聞いてどう？むずくない？そこから契約に結びつけるのって結構難しいって思ったりしませんか？ということなんですよ。つまり、人間っていうのはこの感情ヒューリスティックっていうのに依存していると。感情ヒューリスティックに依存している以上、そこから契約になるのは結構難しいよねってお話なんですね。はい。ただこれだけで終わってもですね、人間の脳の構造を説明しただけなので、全く意味がないと思うので、ちょっとですね、さらに発展バージョンでお伝えしようと思います。じゃあ、完全拒否のね、お客様からどういうふうにこう契約を取っていくのかみたいなところの、ちょっと具体的な道筋をこれからちょっとお伝えしていこうかなと思います。はい。で、それ結論から言うとですね、やっぱり信頼関係を再構築していく必要があるんですよね。完全拒否されてるってことは、例えばテレアポとか訪問営業が多いんだけれども、最初からこう売り込みの状態になっているわけですよね。で、売り込みの状態になっているとどうなるのかというと、やっぱ完全拒否になるわけですよ。うわ、こいつは何か私に売り込もうとしているみたいな状態になるわけなので、感情ヒューリスティックが働いて、もうこの人の話は聞かないみたいになってるわけですよ。この人の商品サービスは買わないみたいになってるわけですよね。はい。だから一体じゃあ何をしていけばいいのかというと、やっぱり信頼関係の再構築をしていく必要があるんですよ。ただこれテレアポとかね、訪問営業では結構難しかったりします。だってそもそもさ、向こうは忙しくてテレアポだったり、テレフォンだ、電話だったりとか、扉を開けたりとかってしてるわけだね。だから雑談をしてさ、信頼関係を構築してっていうのは、向こうからするとうざったいわけですよ。そう、例えばテレビ見てる最中に電話取ったとかね、テレビを見てる最中にちょっと扉開けたとか、そうだったらテレビの続き見たいわけじゃないですか。そう、だからうざいわけですよね。ってなってくると、信頼関係の再構築って結構難しかったりするので、訪問とかテレアポの場合は結構難しかったりするんだけれども、もしも新規営業とかやってる方、例えば不動産とか保険の営業もやってる方だったら、巻き返しは全然可能です。例えば信頼関係の再構築、例えばちょっとまたね、出身地の話に戻ったりとか、趣味の話に戻ったりとかっていう風な形で、もう一回ですね、信頼関係の構築に戻していくと。で、戻していって、そこからですね、しっかりと信頼を強固にしていった上で、またヒアリングを徹底していくと。で、そこからプレゼンテーションしていって、クロージングをしていくと。ってなっていったら、すごくですね、契約率が高まるんじゃないかなって思うんですね。そう。なので、完全拒否されてる相手から商品を売り込もうとするっていうのは NG ってことです。何をすべきなのかっていうと、もう一回信頼関係の再構築をしていくってことが非常に重要になってくるわけですね。はい。でも、ここでね、疑問になる人いると思うんだけど、じゃあどういうふうに信頼関係を強化して再構築していけばいいんですかってお話だと思うんだけど、それの内容に関しましては、ブログとかね、動画とかで結構載ってます、僕。脳科学的に正しい信頼関係の構築方法みたいな形でですね、結構僕ブログとか動画で書いてるんですね。そう、なので、もしもですね、信頼関係を強化したいと、その方法について知りたいみたいな方は、ぜひ動画を繰り返し見たりとか、あとブログ記事をチェックしたりとかってしていただければなと思います。ブログ記事に関しましては、 YouTube の概要欄の方に載ってありますので、ぜひそちらからチェックしていただければなと思います。はい。という感じですかね。以上でですね、今回の内容終わるんですけれども、一応まとめましょうか。はい。人間っていうのはですね、その完全拒否の状態から何かを買うってことは結構難しかったりします。というのも、感情ヒューリスティックっていうのに依存しているからですね。つまり、好き嫌いで物を判断するということをしているわけですね。なので、まず好きにさせなきゃいけないわけですよ。だから完全拒否っていうのはまず嫌いなわけですよね。で、この嫌いな状態から好きに戻さなきゃいけないので、ある程度ね、できる工夫としましては、もう一回信頼関係の強化に努めると。そう、結構難しいけどね。
嫌いな状態から信頼関係をもう一回強化するって結構難しいんだけど、まあ、取りたい、本当にその人から契約取りたいと思ってるのであれば、もう一回ね、信頼関係を再構築していくってことをしていくってことが重要になってくるわけですね。ただ、重要なのが、電話とか、テレアポとか、訪問営業に関しましては結構難しいですよってことを覚えておいてください。なぜかというと、雑談が難しいから。はい。信頼関係強化するための雑談が結構難しかったりするので、ね、ちょっと難しいですよってことはですね、頭に入れておいてください。まあ、だからさ、テレアポとか訪問営業は難しいわけでしょ。契約率ってなんかやっぱり極端に低いわけですよ。テレアポとか訪問営業っていうのは。なんでかというと、雑談できないからです。急に売り込みから入るので、拒否に入るんですよね、お客様っていうのは。で、拒否された状態で提案されても買わないっていう、このね、最悪なリズムが生まれるので、テレアポとか訪問営業は難しいってこともですね、ちょっと付け加えて理解しておいていただければいいんじゃないかなと思います。はい、というわけでですね、本日の内容は以上になります。もしもですね、何か質問とかがありましたら、 YouTube のコメント欄の方に記載していただければなと思います。もしもですね、この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録ぜひともよろしくお願いいたします。ではまたお会いしよう。